皆様こんにちは。岐阜大学抗酸化研究部門の犬伏春彦です。今日のテーマはこちらです。脂質代謝異常に関して申し上げますと2種類が考えられます。1種類は脂質を非常にたくさん、油をたくさん食べる人ですが、これは、当然、高くなるんですが、糖質をたくさん摂る、つまり血糖値が高い人も脂質代謝というか、中性脂肪みたいなものが上がってきます。そしてもう一つは家族性の高脂血症、家族性高コレステロール血症というものがあるんですが、こちらの方は、食事を変えてもですね、体の中で作られるコレステロールが多いので下げることはできません。ですから家族性の高脂血症の方はコレステロールのお薬を飲んでください。そうでない方で脂質が高いと気になりますという方は糖質制限をしていただいて、メタボ体型であれば体重を減らしていただくということで十分だと思います。ちなみにコレステロールが300あろうと350あろうと家族性の高脂血症でない場合にはですね、コレステロールのお薬を飲んでも、寿命は全く変わらないということがありますので、いらない薬は飲まないようにしてください。本日の動画はここまでです。岐阜大学抗酸化研究部門では抗酸化研究を知っていただくために YouTube での動画配信を行っています。抗酸化研究に関わる質問も受け付けていますので、気軽にコメントをください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。